こんにちは。本日はドライブレコーダーについてちょっとお話をさせていただきたいんですけど、皆さんドライブレコーダーってご存知ですかね。車の外の映像、もしくは中、あとは後ろなどの映像を映す、機械なんですけど、こちら先日ちょっと痛ましい事故が起こったことによりまして、かなり注目度が高まっております。それで、今回、ドライブレコーダーを選ぶにあたって、こういう点を気をつけて見ていただくと良いよというお話をちょっとさせていただきたいと思います。今回、おすすめのドライブレコーダーがあったので、ちょっとそのお話をちょっとさせていただこうと思ったんですけど、今ドライブレコーダーめっちゃ売れてるんですね。店頭もしくはインターネット上のサイトなど、私が欲しいドライブレコーダーはどこも完売で、全然手に入らない状態になってしまってるので、最低限、ここを押さえとけば、いいドライブレコーダーに巡り合えるんじゃないかっていうお話をさせていただきたいと思います。それではまず、ドライブレコーダーの、押さえといた方がいい機能についてお話をさせていただきたいと思います。ちょっと本当に、話をはしょりますので、本当に最低限これはついてた方がいいっていうような内容になります。それでまず、一つ目が、画角と呼ばれます。カメラで映せる範囲が広いか狭いか。今この見ている映像、これだけの画角があります。で、この画角が、広いのとか狭いのとか、ドライブレコーダーってこういうものがあります。広かったり狭かったり。で、私としては、最低限その画角と呼ばれるものが、120度。その画角もしくは水平画角と呼ばれるものが120度以上のものをお勧めします。乗用車とか、ミニバンとか、やっぱりこう車幅が広いので、それぐらい欲しいなって思うのと、あとは、もっと広ければ広いに越したことはないんですけど、軽自動車など車幅が狭い車両に関しては108度とか110度ぐらいのもので良いと思います。それで続いてが画素数とか画質と呼ばれるものですね。こちら数字的には200万画素。カメラとかスマホとか、普段から馴染みがある言葉だとは思うんですけど、その画素数が200万画素以上のものがおすすめです。400万画素とかもっと高いものもあります。正直私としてはその画素数っていうよりは、さらに細かい話になるんですけど、イメージセンサーと呼ばれるセンサーの大きさで、購入は検討しますが、とりあえずは200万画素以上のものを選んでおけば、良いと思います。で、その画素数に付随して、映せる映像の大きさ、テレビなどで、ハイビジョンとか、フルハイビジョンという言葉聞いたことあると思うんですけど、それで、その画素数もフル HD 画質って呼ばれるものがおすすめです。フル HD もしくは 1920×1080 もしくは 1080p って書かれているものがおすすめです。正直、アウトカメラ、外側、私が使ってるドライブレコーダーってアウトカメラとインカメラがあるんですけど、アウトカメラがフル HD じゃないものって多分ほとんどないと思うんですけど、とりあえずフル HD 以上のものをおすすめします。で、続いてが、WDR とか HDR って呼ばれる言葉。こちら何なのっていう形で、夜少ない明かりで明るくする機能とか、もしくは、トンネル抜けてすぐお外に出ると、白飛びするんですけど、これ多分カメラの性能がいいんだと思うんですけど、全然白飛びしないですね。これでいきなり明るい明かりがありますと、白飛び。白くなって映像が見えなくなってしまうんですけど、この WDR とか HDR って表示があるものに関しては、そういう白飛びしなくなったり、夜とか明るく見えたりしますので、この言葉がついてる商品がいいですね。で、続いて、フレームレートっていう言葉があるんですけど、これも、ビデオカメラとか、普段から触ってる方とか、分かったりすると思うんですけど、1秒間に何コマ撮れますっていうものなんですよね。で、これが、30とか、60とか、もしくは、27.5 とか、29.1 とか、そんな言葉があるんですけど、このフレームレートが30
FPS 以上のものがおすすめです。で、なおかつ、LED 信号対応商品って書いてあるものじゃないと絶対買っちゃダメです。これ何かって言いますと、信号機、最近の LED タイプのものって、点滅してるんですよね。LED って、LED の明かり、まあ、蛍光灯もそうなんですけど、私たちの目には、点灯してるように見えるんですけど、実際こう、パタ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 って、点滅してるんですよね。すごい速さで点滅してます。で、その点滅が、うまいこと、その、記録してる、その 30fps、まあ、関西で主に起こる出来事なんですけど、30フレームのものだと、信号が点滅して見えたり、消灯して見えたりします。真っ暗になってる状態に見えたりすることがあります。ですので、その万が一事故で、私が赤信号だった、私が青信号だった、まあ、そういう話になった時に、うまいこと、消灯してる状態の映像が撮れてしまってたりすると、全然そのドライブレコーダーの意味を果たさないので、LED 信号対応商品、もしくはフレームレートが 30fps 前後のものですね。その29とか27とか、もしくは、60フレームとか、まあ、60フレームの場合結構信号対策商品が多いんですけど、まあ、そういったフレームレートって呼ばれる言葉が多ければ多い方が良いです。で、なおかつ信号対策って書いてあるものを絶対買ってください。それで、続いて、モニターですね。ドライブレコーダーってカメラしかついてない商品もたまにあります。で、そういったものって、パソコンにマイクロ SD カード、ドライブレコーダーってマイクロ SD カードが基本的には刺さるようになってるんですけど、マイクロ SD カードをパソコンに刺さないと見えない商品があるんですけど、間違いなくモニターがついてた方がいいです。いちいち事故を起こしてパソコンその場にあるかって言ったらないと思いますので、まあモニターで確認できるようにモニター付きのものがおすすめですし、もしくはモニターに代わるもの。ナビに接続できるタイプであればナビで確認できますし、Wi-Fi 機能がついててスマートフォンで確認できる商品もありますので、まあそういったものであればスマートフォンを利用して記録を確認してください。さらにそのパソコンはパソコンでも Mac がダメ、Mac で開けないとかそういうことがありますので、ドライブレコーダーを購入する際、専用のビューワーと呼ばれます。専用のソフトじゃないと開けないようになってる場合がほとんどですので、その専用ソフトの仕様を確認してください。ちょっとこれめんどくさいかもしれないですけど、まあ大事な話ですので。それで、まあ続いてが、まあ基本的にどれ買ってもついてくる機能だとは思うんですけど、G センサー、常時録画、手動録画、まあそんな機能ですね。G センサー、昔のドライブレコーダーってぶつかった瞬間、の前後だけの、記録しかできなかったんですけど、まあ、この前、ちょっと痛ましい事故もありました。そしてぶつかってないけど、変な人が車から降りてきて、ドアを殴るとか、そういったのを録画するためにも、まあ、常時録画、常に録画できている状態に、する機能がついてた方がいいです。で、あとは手動録画。やっぱりこれも、意図しないところで事故が起きてたとか、そういった記録を残すために手動で録画。もしくは何か綺麗なものを、風景とか、ここすごい綺麗だなっていうところを撮るために、まあ手動録画などがあると良いと思います。それで、あとちょっとこの機能は人それぞれで差が出てくるんですけど、駐車監視機能、車の常時電源に接続することによって、車を運転してない間でも、まあ監視機能として、録画することができます。これは、常時電源などを利用しないと、ダメ。もしくは、まあ、私の場合、もともとシガーソケット直差しのドライブレコーダーだったんですけど、私の車の場合は、ドライブレコーダーから、まあ、こういった線が伸びまして、シガーソケットの方から電源を、供給しているような形になっております。マイクロ USB 対応で 5V の電源供給で動くものだったんですよね。ですので、こういったモバイルバッテリー、
Amazon とかでよくわからないメーカーのドライブレコーダーなんかだと、いや、最近ちゃんとしたところに出てますかね。まあ、こういった USB で電源供給できるタイプのドライブレコーダーありますので、こういうものであれば、常時録画したいときに、常時録画じゃない、駐車監視したいときに、モバイルバッテリーに、ケーブルを繋いであげれば、まあ、監視することができます。いちいち抜き差ししないといけないっていう手間はありますけど、でも、その常時電源探して取り付けるとかヒューズボックスから取り付けるっていう手間を考えたら、まあこういった機能がついてるドライブレコーダーもいいのかなって感じです。もしくはまあやっぱりお店に頼んでしまうことですね。まあそれが一番間違いはないです。で、あとは、GPS 機能とかなんですけど、まあ GPS、まあこちらを拾うことによって、どんな道のりを走ったかとか、まあ、その時、何キロぐらいで走ってたかとか、そういったのが残ります。ですので、GPS 機能はついてた方がいいとは思います。ただし、ちょっと気をつけていただきたい点があります。この GPS 機能を利用することによって、過去にどこに行ったか、その記録を簡単に見ることができます。ですので、男と女の事故には合わないように気をつけてください。っていうこともありますので、ちょっと気をつけてください。で、なおかつ、GPS 機能ついてると、たまにナビとかに干渉することがあるらしいんですよね。もしくはナビ以外のセンサー類。何か、その、ミラー周辺にセンサーがついてるような車に関しては、干渉する場合があるので、それはちょっと気をつけてください。で、なおかつ、そのノイズ対策品とか書いてある商品もありますので、まあ、なるべくそういうのを購入すると良いと思います。まあ、こういった形で、まあ、私がドライブレコーダーを購入するんだったら、まあ、ここは最低限押さえておきたいっていう機能でした。で、まあ、ちょっともう一回まとめると、画角は120度以上、フル HD 以上、WDR、HDR 機能がついてること、フレームレートは 30fps 前後、もしくは 60fps で信号、LED 信号対応と書いてあることで、モニター付き、もしくはモニターに変わるものが接続できるもので、あとは常時録画、手動録画、駐車監視、あと G センサーで GPS、 まあこの辺がついてると良いと思います。それでまあ最低限この機能があった方がいいっていう話だったんですけど、私がもしそのドライブレコーダーを今度買い替えるってなった場合、コムテックの HDR352GHP もしくは GH もしくは ZDR015、 まあ、この辺がおすすめですって言おうと思ってました。もしくは自分がこの辺を買おうと思ってました。その途中、そのガソスっていう言葉があったんですけど、その何万画素、その200万画素とか400万画素とか、カメラをちょっと高めのが欲しいなって考えた時に、まあ出てくる言葉なんですけど、センサーサイズっていう言葉があって、その光を実際に受けるセンサーがドライブレコーダーの中に入ってるんですけど、それが大きければ大きい方がいいんですよね。で、画素数が少なくても、そのセンサーが大きければ明るく撮れるし、綺麗に映ります。ですので、200万画素だったとしても、まあ、いいのも悪いのもあります。ちなみにこの HDR352GHP とか GH とか、この辺はセンサーサイズが 2.7 分の1っていうサイズになります。ですので、ドライブレコーダーの中では、今一番大きいサイズのセンサーを積んでいますっていう形ですね。で、なおかつ、画角が広い。352シリーズに関しては広いんですよね。ただ、ZDR015 っていうのが、このフロント用のカメラと、あとリア用のカメラの2個セットなんですよね。ですので、煽り運転にも対応したいっていうことであれば、ZDR015 がおすすめです。ちょっとフロントのカメラの画角は狭くなってしまうんですけど、まあそれでも120度ありますので、まあとりあえず普段の仕様にこと書かないとは思います。
あ、ちなみに、この、HDR352GHP と P がつかないものに関しては、P がつくと、駐車監視機能がついてますので、その、運転してない間も、車を見張ってる機能があります。で、この ZDR015 もこの機能がついております。ただ、その専用のコードが必要になりますので、専用のコードが必要になるのと、あと、常時電源って呼ばれるものを取る必要がありますので、ちょっと、ハードルが高い商品にはなっておりますので、ご注意ください。それでは本日は、ドライブレコーダー購入するんであれば、こういう点に気をつけた方が良いよというお話でした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。すいません、大丈夫ですか？すいません、大丈夫ですか？大丈夫ですか？お酒飲んでいらっしゃるとかですか？あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。こちらですと危なくないですかね？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？あ、わかりました。はい。ご家族の方ですか？あ、嘘。ご迷惑おかけしますけど。ご迷惑におかけするまで、家に入るのしてください。すみません、本当、ご迷惑。あ、そうなんですか。あと、ちょっと、すごく申し訳ないのは、何か大事があってあれだと思ったので、はい、ちょっと警察の方を呼んじゃったんですけど、大丈夫ですかね。見て、下に何度か。大丈夫、ほんとに。はい。答えたりとかしましたかね？あ、お酒飲んでいらっしゃるとかですか？あ、大丈夫ですよ。お酒は、お酒飲まれますか？たかって聞いたときに、まあ、お酒は飲んでいらっしゃらないとは言ってたんですけど、ご家族の、まあ、お家の前ってことであれば、まあ、はい。ありがとうございます。ちょっとまあ、はい。まあ、呼んだ手前、ちょっと事情も私の方から話さないといけない。ちょっとここにいますね。はい。あ、いや、なんかお酒飲まれてうずくまってるだけらしくて、私も一度通り過ぎたんですけど、はい、まあ戻ってきて警察、まあご家族のすぐお家の前だったのはあれですけど、警察は呼んだので。あ、私も救急で呼んでましたもん。あ、そうなんですか、救急で。大変だから、はい、うん、しょうがない。連絡してあってね、はい、だってこんなんじゃ大迷惑とか。ああ、いや。ああ、いい。まあでも大丈夫ですよ。靴、多分あの対向車線に飛んでましたよね。まあでもまあ、これはダメージジーンズとかですかね。ダメージ、元からなので特にそういったものはなかった。はい、分かった、ずっとこの状態のままみたいで。はい、わかります。あ、大丈夫ですよ。このままなんですよね。はい。はい。